スタッツ。カンヌちゃん、とりあえずそこにあるファイルにお見てください。はい、ティーモーションしなくていいよ。はい、じゃあゆりちゃんに1列目合わせる。パイレーツ10周年の今年、春の総仕上げの試合です。秋のリーグ戦につながる勝利を必ず掴み取りたいと思います。最後まで大きなご声援よろしくお願いします。それでは海賊たちの入場です。ラクソファイナー。前半、アサヒビールシルバースター、レシーブ。コイントスの結果、前半戦はアサヒビールシルバースターのレシーブ、ジャスタパイレーツキックで開始されます。本日の第2試合、アサヒビールシルバースターとジャスタパイレーツの試合、まもなく試合が開始されます。
終了です。ここでタイムアップ、試合終了です。ご覧いただきましたように、本日の第2試合、アサヒビールシルバースターと明治安田パイレーツの試合、ファイナルスコア36対7、ファイナルスコアは36対7、アサヒビールシルバースター勝利を収めました。本当に意外ない試合をしたと思います。でももう自分たちは秋に向けてやるしかないです。もうここで落ち込んでる暇ない、落ち込んでる暇あったら練習します。なので皆さんも秋応援来て、どうぞパイレーツに力を貸してください。よろしくお願いします。